マイケル・ロックフェラーマイケル・ロックフェラーは、アメリカ合衆国の民族学者、ネルソン・ロックフェラーの息子で、ロックフェラー家の一員である。なお、ロックフェラー家の四代目ということで、ロックフェラー四世となっているが、実際に、四世と呼ばれたのは、いとこのジョン・ロックフェラー四世である。ハーバード大学で、民族学を専攻、その過程で、ニューギニア・イリアンジャイの部族に興味を持ち、特に、 何族と当時首狩りの風習が残っていたアスマット族の研究を行い、彼らの木彫りの美しい美術品を収集するなどしていた。しかし、1961年11月17日、仲間のオランダ人学者と共に研究から帰る途中、乗っていたポンツーンが風に煽られて転覆、助けを呼びに行くと言って、彼を残して岸へと泳いで行ったまま、消息を絶った。 息子の不明を知ったネルソンは直ちに現地入りし、大規模な捜索を行わせたが発見できず、マイケルの行方は永久に不明のままとなった。一部では首狩り族に殺され、食べられたと報じられた。日本では首狩りと精霊の島ロックフェラー4世失踪の謎が翻訳、紹介されている。また、この事件の詳細は、現地調査を行ったジャーナリストのカールホフマンによる、 本一トイロックフェラー失踪事件。奥の勝美監修。小屋緑役。秋処方2019年4月で報告されている。ジョナサン・ヘンズリーは2007年、この事件をモチーフにしたオリジナルビデオ、実録、リアル職人族を制作した。その後、ネルソンはマイケルが世界各地で集めた美術品をメトロポリタン美術館に寄贈した。ありがとうございます。